二丁目にある公立中学校。1949年に開校。初代校長は小川俊一郎。2003年に藤原和弘が都内公立中学校で初となる民間人校長に就任すると私立校を超えた公立校を目指し大規模な学校改革を実施。補守の充実や修塾度別授業、少人数授業の導入、世の中科の新設、 PTA の廃止などを行い全国的な注目を集めた。2008年3月31日付で藤原が5年間の人気満了により退任。後任には同じくリクルート出身で当時トップアスリート社代表取締役だった大田昭久が就任し2013年3月末まで務めた。以後、民間人校長の採用は行っていない。 和田中学校地域本部が主催する夜スペと名付けた補修授業が2008年1月26日より実施されている。これは公立中学校では難しいとされる学力上位層の学力伸長を目指し、都立の進学指導中転校や私立の中上位校を目標とするものである。具体的には大手進学塾サピックスより講師を派遣してもらい、 成績上位者を対象に有料で補修を行う。一方で、成績会の生徒を対象とした土曜、寺小屋という補修授業体制も組んでいる。マスコミ報道される場合、この学力不足の生徒に対する補修をすでに言っていることはあまり報道されなかったため、成績上位者だけ補修という間違えた指摘もあった。また、地域本部が実費を負担し、 費用が払えない生徒には授業料を免除している。夜スペについては、学校の特色としては良いという意見がある一方、1月8日の実施前日になって、東京都教育委員会などから、機会の均等に疑義がある。特定の進学塾との関係についても、同じく疑義がある。公務員の兼務、兼職を認めない原則から外れている。などと指摘し、一時実施は見送られた経緯がある。 東京都教育委員会は最終的に指摘した疑義はクリアされたと容認する方針を固めた。2008年3月24日に夜スペは公共施設の目的外使用であると実施の中止を求めた仮処分申請を杉並区住民49人が東京地裁に提出した。夜スペを始めてから登校に入学を希望する者が学区内外から大幅に増えており、 法律中の成功例として伝えられている。ありがとうございます。